どうもめちゃめちゃメッセージです。はい、ということでね、もうね、甲子園もね2日目ということでね、もう非常にね楽しい試合がいっぱいでね、もうほんまね夏休みをね楽しませていただきますよね。ということでね、川之江高校対、高知中央ということでね、まあこれはねもう正直な話で、もう分かりやすい、はい、試合だと思います。どっちが勝つかこれはね、もう余裕でね高知中央やと思ってて、ほんでまあね、なんで、まあ川之江が負けるのか、なんで高知中央がね、勝つのかっていうね話をね、まあ、具体的にねしていくと、まあねこれね川之江のね、まあこれピッチャーは正直な話ね、まあ全然良くないですよね。4番の子なんかな、4番でピッチャーの子で、ほんで左です。で130キロの、まあほんまにまっすぐと、ほんでまあ変化球とかもあって、まあ普通にね、いいんですけど、まあこのねチェンジアップがまあちょっといいんかな。でこう130キロ台からね、基本的にねこう抑えれるんですけど、まずねこの川之江高校が高知中央と当たったっていうことが、まずねこれは相性の悪いチームなんですよね。まあ川之江もね、普通に実力もありますし、まあ普通にね、甲子園でもね出てるチームでも勝てるチームも多いんですけど、この高知中央とはね非常にね相性がね、悪いチームだと僕は思ってて、これが逆にどこでしょうね、ほんまに仙台育英とか、それこそね強豪の、チーム、どこや、慶応とかやったら逆にね僕はねこのチーム、川之江をね意外とね戦えたり勝てたりねしとったと思うんですけど、この高知中央にはもう非常に相性が悪いですね。まずなんでねこんなに相性が悪いのかっていうと、僕ね130キロぐらいの左って、まあ俗に言うね南東派なんですよね。ほんでこの南東派のピッチャーを高知中央っていうのはめちゃくちゃ得意なんですよ。高知中央っていうのはなんか意外とそのなんか予選のこの緩い球とかもしっかり打ってきてるチームで、だからこの川之江高校のこの左のピッチャーは通用しないと僕は思ってて、ほんでまあそれでね打線もなんですけど、打線もね確かに川之江高校ってまあいいんですよ。でもこれね言いたいのは、そんなね打線がいいとは言いつつ、そんなにいいピッチャーから打ってないんですよね。ほんでね明日ね当たる、まあ、高知中央なんですけど、まあ、そこのピッチャーっていうのはねめちゃくちゃ、ね、後でね、ものすごい詳しく言うんですけど、まあとりあえずめちゃくちゃいいんですよ。だからそう思うと川之江はまずね点数をねなかなかね取れない試合になってくると思うんです。ほんで逆に、川之江の防御力っていうのは全然ないんですよね、この守備力っていうのは。もう予選中4試合が全部逆転勝ちなんですよね。ほんでね、今治西に5対4なんですよ。だから4失点で、聖カタリナにも5対4で4失点で、こう今治工業ってところにもね3失点で、このね3回戦で当たってる北条高校に対してはもう8失点してるんですよね。だからこの予選からして防御力が少ないチームなんですよ。ほんでその上で攻撃力で勝って勝ってきたチームっていうのが川之江なんですよ。ほんでねそれに比べてこの高知中央っていうのはもうバチバチのね防御力チームなんですよ。ピッチャーっていうのはもうこのね投手陣で言ってもねめちゃくちゃねいいと思います。まずはねこの投手陣をこの明徳義塾の馬淵監督もさすがに、今年の高知中央のピッチャーじゃみんないと。ほんでね、まあそのね、説明をね、一人ずつね、していくんですけど、まあ簡単に言うとね、まあ3枚看板ですよね、ピッチャーは。ほんでね、だからこの、ね、3枚おるってことは、継投とか、なかなかね、甲子園とかでも、そんなね、大量失点されないんですよね。だからね、今日の、どこですか、上田西高校もね、一応ね、3枚いて、で最後ね、タイブレークであんだけね、点数取られてしまったんですけど、やっぱりね、ピッチャーが3枚おると、やっぱ起用の仕方がね、全然、しやすいですし、高知はこのね、3枚看板のピッチャーはね、非常にね、レベルがね、高いです。一人ずつね、説明していくと、この藤田くんっていう子が、まずね、左で、これは背番号18かな、予選、本戦は何番か分かんないんですけど、この藤田くんっていうこの左ピッチャーは、まあ、140キロ前後の左なんですよ。ほんで、このね、馬淵監督コメントで言うと、球速以上に球の伸びを感じたらしいんですよね。だから、やっぱこう威力のある、左の剛腕で、まあ、チェンジアップもあると。ほんでね、誰ですか、
右サイド、サイドのこれね、高橋っていうね、投手、右の横です。がね、140のね、前後で、ほんで、落ちる球もあると。だからね、これもね、めちゃくちゃいい。サイドで140掘られると、まあ、そう簡単には打てないですよね。ほんでね、エースのね、これはね、肩だって読むんですかね、剣だって読むんですかね、あんまね、漢字はね、わかんないんですけど、肩に田んぼって書くね、ピッチャーで、この子がエースで、146の、オーバースローです。だからこのピッチャーもめちゃくちゃ良くて、これのね、まあ言ったら系統で、正直勝ってきたと。簡単にね、まあ、このね、投手陣の強さをね、ざっとね、今のでもね、十分で、まあ、146のオーバースローに140のサイドに140の左です。もう普通に考えて、めちゃくちゃエグい投手陣の上に、まあ、そのね、ピッチャー陣の実績で言うと、春ね、履正社、倒してます、これ、高知高校の打線に対して、まあ、3失点ですよね、あの打線を3失点で抑えて、そこからね、その高知高校から4点取ってます、ほんで、これね、次、明徳義塾ね、もう超名門ね、明徳義塾に対して、1点しか取られてないんですよね、だからね、ここがまあ一番こう、僕がこう、なんていうんですかね、押したいっていう言い方、おかしいですけど、こうみんなにこうなんていうんですかね、このチームが強いっていうのはやっぱり、高知はもう圧倒的にこれ防御力ですね。ほんでこの防御力がめちゃくちゃ高いチームなんです。ほんでその、ね、高知中央と、川之江がね試合をねこうシミュレーションした時に、川之江は正直な話で、ね、防御力はないんですよ。ほんで防御力ない、ほんで高知中央はバッティングはしっかりね、打つとか打ってます。で速いピッチャーとかはあんまり打てないイメージなんですよね、だからこう明徳のピッチャーであったり、からは 2点しか、ね、取れてないんですけど、こういう、ね、緩いピッチャー、その、ね、剛腕じゃないピッチャーに対しては結構打つんですよ。ほんでじゃあ川之江の、投手陣どうやったっていうと、まあそのね、めちゃくちゃ剛腕がおるわけじゃないですか。ってなってくると川之江がこう中央を抑えれるっていうのはないんですよ。ほんで逆にこの川之江は打線がね、正直な話、そんなにね良くないんですよね、まあそんな良くないって言っても、まあ、打線でね勝ち上がってきてるチームですからいいんですけど、ほんまにいいピッチャーっていうのを打ってきてないんですよ。だからこのね、高知中央の投手陣っていうのはまあどんだけ取れてもやっぱ3点以上はなかなかね取れへん投手陣じゃないですか。このね、143枚の146の、右の上に、140のサイドに、140の左、これはねなかなかね3点以上はね取れないと思うんですよ。ってなってじゃあ仮に川之江がねバッティングいいですから、これ3点取れたとして、高知中央の打線をこの、ね、130キロの左と、まあ、他の、ね、ピッチャーで抑えれるかって言われたらね僕は無理やと思うんですよね。だから僕は明日は高知中央がストレート勝ちすると思います。はい、ということでね、皆さんが思うこれね川之江と高知中央の試合、試合予想であったり、このチームこんなやでとかねあったらぜひコメント欄によろしくお願いします。ということで、皆さん、チャンネル登録もね、チャンネルが壊れてしまったんで、またチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあお疲れ。